上泉周囲に永禄7年1月23日、なお永禄6年説もあるは、戦国時代の上の国の武将。父は剣豪として知られる、上泉信綱。諸説あるが、子は上泉安綱とされる。兵法家としても名を残し、上泉流軍法を体成したという。信綱は周囲に軍法を授け、その流れは岡本線を治む。 尾端影かのりと伝わり甲州流軍学へ影響した。工事三年、武田信玄が長野成政の美濃城に攻撃しようとした際に、薄い峠で武田義信の軍を破ったとされている。だが、成政の死後、南方の北条藤士康からの圧迫に苦しんだ父の信綱は衆院を人質として小田原に送り、圧力の緩和を策した。衆院の北条家大きは、 上泉氏が、北上氏と隕石関係にあったためという説もある。その後、衆院はそのまま、後北上氏に主管し、A66 年、または A67 年1月の河野大合戦の際に、河野大で重傷を負い、1月23日に死去したという。天正5年1月22日に、父の綱は、西林寺を回帰し十三回帰法要を、 行ったという区伝があり、西林主寺に供養費があるというが、父、信綱の会規母という説もある。ただし、十三会期とは、満十二年目の命日のために行われる法要であり、天正五年は、衆院の十三会期の年ではない。ありがとうございます。